ミッチーの愛称で親しまれ王子様キャラで人気になった及川光弘さん数々の人気ドラマに出演し注目を浴びていますがシンガーソングライターとしての顔も持ちますプライベートでは女優のダンレイさんと結婚しますがある理由で離婚しました2人に一体何があったのでしょうか一緒に見ていきましょう及川光弘さんのプロフィール本名 及川光生年月日1969年10月24日出身地東京都大田区身長175センチ血液型 B 型学歴成城大学法学部経歴及川光弘さんは子供の頃母親にミッチーと呼ばれていたため そのままニックネームを用いました。家族構成は父親、母親、兄、妹の5人家族です。父親はとてもやり手で、はじめは薬剤師として働いていましたが、薬局が好調で支店を増やすと,とともに、他の経営にも乗り出します。薬局以外ではコンビニ経営、病院の理事、飲食店経営、ダンススクール経営などを行っており、 薬剤師だけでなく実業家でもあります。東京都大田区にビルも所有しているのだとか、数々の事業で成功しているため、及川さんの家には複数のお手伝いさんがいました。及川さんは1996年のデビュー当時、ミッチロリン製の王子というコンセプトでデビューしましたが、この王子キャラはネタではなく本物だったのですね。そんな父親のモットーは、 一流以外はみんなクズでした。甘いマスクと王子っぷりで女子に人気だった及川さんは嫉妬した男子からいじめられることもしばしば。そんな時父親は論破しろと一括しました。普通ならいじめられることで目立たないように行動したり、控えめな性格になりがちですが、及川さんは自分の存在を消すのではなく、 逆にバンド活動などで目立つ行動をとります。そして同級生から一目置かれる存在になっていきました。かなり頭がいい及川さんは学業面でも優秀でした。小学校では全国模試で1位を取るほか児童会長も務めています。頭が良くてかっこいいためバレンタインには廊下を端から端まで歩けば 両手に持ちきれないほどのチョコレートをもらっていたと言います。中学は小学生時代にいじめられた経験から、いじめを避けるため、私立の成城学園中学校へ進学します。しかし、中学校でもその人気は衰えず、ファンクラブまで登場。そして、またも嫉妬した男子からいじめられてしまいます。それでも、及川さんは高校もそのまま成城学園高校に進学しました。 高校では男子生徒とも仲良くなり、グラウンドホッケー部のキャプテンを務めていました。大学は両親の希望であった弁護士になるべく、成城大学法学部、法律学科へ進学します。しかし、及川さん本人の夢は俳優になることでした。弁護士になってほしい両親と俳優になりたい息子。俳優養成所に通う及川さんに父親は、 25歳までにデビューが決まらなかったら諦めなさいと条件を突きつけますその後俳優としてなかなか目が出せなかった及川さんは演技ではなく音楽で芸能界デビューを目指すことを決意します以降ライブハウスでミッチロリン製の王子として口にバラを加え独特のパフォーマンスを繰り広げるようになりますそれが音楽関係者の目に留まり25歳ギリギリの 1996年、シングル、モラリティで、なんとか歌手デビューを果たします。1998年には、テレビドラマ、ウィズ・ラブに出演し、俳優デビューも果たしました。その後は、ドラマ、相棒シリーズや、白い巨頭、半沢直樹など、人気ドラマに多数出演し、活躍しています。結婚のきっかけは、 及川さんは2011年7月にダン・レイさんと結婚しました。ダン・レイさんといえば元宝塚歌劇団のトップ娘役で女優としても活躍中ですね。当時美男美女の結婚はとても話題になりました。二人の出会いは2009年に放送された相棒シーズン8での共演です。ドラマの中では及川さんがレギュラー出演、ダン・レイさんが ゲスト出演という形でした2人は元恋人役を演じており同じシーンになることが多かったため少しずつ意識するようになったそうですアプローチは及川さんからだったといいます人見知りな性格ながら徐々に距離を縮めていき交際に発展2人が結婚を決めた理由は2011年の東日本大震災と 元キャンディーズの田中良子さんが亡くなったことが大きかったと言います。この二つの出来事で生きている意味を考えるようになりました。また、最も結婚を意識するきっかけになったのは、相棒で主演を務める水谷豊さんの存在でした。水谷豊さんといえば、元キャンディーズの伊藤蘭さんと結婚し、おしどり夫婦として知られていますね。この二人の夫婦関係を見て、 こういう生き方もいいなと思ったと語っています。およそ1年の交際を経てゴールインした2人ですが、結婚発表の際には、互いに人生の半分ほどを生きて、そろそろ人生の後半戦に突入。そんなタイミングでの巡り合いに、運命的な引力を感じました、とも明かしています。誰もが恨む、本当にお似合いのカップルでしたね。しかし、2人の結婚は長くは続きません。 離婚の原因は及川さんは2018年に段麗さんと離婚しました。結婚当初はお互いトーク番組では円満であることを明かしていました。及川さんは美人は3日で飽きると言うけど全然そんなことない。料理も掃除も上手で僕がやるのは後片付けくらいと語っていました。また段麗さんも別番組で食事の後、 洗い物を率先してやってくれてとても優しいと語るなど楽しい結婚生活を送っていたのも事実のようです。しかし結婚中は別居報道もあり仮面夫婦などと言われていた二人。離婚の原因としてはお互い仕事に集中するあまり時間的にも精神的にもゆとりが持てないというものでした。円満離婚を強調していましたがネット上では 夫婦円満なら離婚しないのではという声がたくさん上がりました。離婚の理由としていくつか原因が噂されています。まず、及川さんの浮気騒動です。結婚して2ヶ月で女性との浮気とされる現場をスクープされました。相手はドラマ、相棒の制作スタッフで6時間にも及ぶデートなどと報じられました。 何でも及川さんの結婚のお祝いのために会っていたそうです。これに対し及川さんは、友人の女性と食事をしただけと話しましたが、6時間は長すぎるとの声が上がりました。もう一つは以前にも報道があったように、男玲さんの老い立ちや家族に問題があって、及川さんと元々溝があったことが原因とされています。男玲さんの母親は親戚の家からの養女で、 父親は婿養子です。生まれ育った実家の祖父母は大変厳しく、男霊さんが宝塚に入ることに大反対でした。ですが、母親だけが応援してくれました。その母親は投資家男性と駆け落ちし、男霊さんも一緒についていったと言います。そのため、現在も生まれ育った実家とはほぼ絶縁状態。刑務との関係は良好でしたが、借金があり、 ダン・レさんは稼いだお金のほとんどを家族のもとに送金していました。結婚当初、ダン・レさんは母親との同居を望んでいましたが、及川さんはそれを拒んでいたと言います。このため、ダン・レさんは母親の元に通う頻度が増え、それが別居報道につながり、2人の間に溝ができたとされているのです。また、離婚の原因として、 二人の間に子供がいなかったことも一つの要因とされていますが、そもそも二人とも晩婚だったため真相はわかりません。夫婦のことは夫婦にしかわからないというように様々な要因が重なって最終的に離婚を決めたのでしょう。そんな及川さんですが、現在も人気ドラマでよく見かけます。2019年には木村拓哉さんが主演を務めた TBS 系の日曜劇場、 グランメゾン東京に出演しました。また、2020年7月の同じく日曜劇場、半沢直樹の新シリーズにも出演しました。いずれも主演ではないものの、人気ドラマの重要な役どころでの出演です。デビュー当時は王子様キャラでしたが、今ではすっかり役者としてのイメージが定着していますね。段霊さんとの離婚は残念ですが、これからも夢だった俳優業に。 邁進していってほしいです。あなたはどう思いましたでしょうかこれからも俳優業で頑張ってほしいと思った方は高評価をお願いします。またこの件に関してコメント欄で皆さんで一緒に話し合いましょう。チャンネル登録していただいたらニュースの裏側をいち早くお届けします。最後までご視聴いただきありがとうございました。